はい、今日ちょっとね、すごいとこ来ましたね。すげーですね、このロケーション、雄大な。一気になんか、はい、もう僕の夏休みの世界ですよね、これ。年代バレますよね、これ。まあちょっとね、これどこですか、これ。今日は神奈川県の愛好郡の愛川町というところに来ました。愛好郡、はい、軍なんですか。軍部ですね、今日は。ちょっとね、すごいとこ来たんですけど、今日はこの近くにあの旅館があるということで、ね、今回そこにお邪魔させていただきたいんですけどね。はい、景色一変しましたよね、あの本厚木駅から来て。そうっすね、すげえっすね、こんな大自然があるとはね。日本の原風景みたいなところですけどね。今日どんなところなのかすごい楽しみなんでね、はい、早速ちょっと時間も押してるんでね、急ぎましょう。はい、はい、着きましたね。着きましたね、ようやく。すごい、もう長旅だったんですけど、まずこの門構えすごいっすよね。すごい気があるというか、ね、格式がありますね。ちょっと緊張するんですけど、今までにないなんか感じなんで。ああ、ちゃんと許可取られてますよね。いや、当たり前でしょ。今までなかったでしょ、許可取ってない。じゃあちょっとね、もうビクビクしながらちょっと。いや、ほんと楽しみですよね。でもこれどんな感じなのか、なんか。そうっすね、もう見てください、このなんか雄大な山々。うわぁ、ちょっとね、なかなか俺らは来ないとこですよね。え、そうっすね、テンション上がりますね、こういうとこ。めっちゃテンション上がるね。おお、すごい。あ、こんにちは。あ、どうも、よろしくお願いします。はい、どうも、お待ちしておりました。あ、よろしくお願いします。します。こちらの館長の方。そうですね、はい、はい、大丈夫ですかね。大丈夫ですか。早速案内していただきたいと思います。失礼のないようにお願いします。 できるだけちょっといつもとは違う、ちょっと緊張した感じでいきたいと思います。めっちゃ緊張してますね。大丈夫。はい、清水と申します。あ、清水さんです。じゃあ、清水さんにいろいろ案内してもらいたいと思います。はい、あまり堅苦しくなく、いや、もうこの門構えからしてちょっともうダメな感じで行きましょうか。はい、ビビってますよね。ビビります。俺ら浴室でもう入浴剤入れて、はい、なんか取ってたもんなんで、そんなに敷居の高いところではなく、気軽にね、あのお越しいただけて、あのくつろいでいただけるようにっていうのをモットーにしてますんで、はい、ちょっとそれ安心しましたね。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ちょっとあの検温と消毒の方をちょっとしていきたいと思います。お願いします。はい、で、検温です。検温、はい、お願いします。めっちゃシュールなんだけど。すいませんね、こういう時期。はい、36.5 度、平熱です。あ、ちょっといいですね。あ、はい、平熱なんです。やっと入れます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあまずは最初どちらから、はい、そうですね、じゃああの部屋の方から。あ、はい、早速、はい、あ、はい、はい、うちがですね、あのちょっとね、もともと宿泊部屋今5部屋しかないんです。すごい、なんて言うんでしょうかね、こじんまりとした感じで、はい、はい、よくね言われます、あの田舎のおばあちゃん家来たり。いや、確かにそんな感じをします。ちょっと思い出しますね。おばあちゃん家をね。そうですね、じゃあまずちょっと一つお部屋から、はい、あ、はい、うちで今一番人気のお部屋になります。はい、楽しみです。楽しみですね。趣がありますよね。すごい、建物自体ももう35年なんです、こちら。あ、そうなんですね、はい、対策も徹底されているということで。そうですね、はい、でちょっとはい、なんかすごいですね、はい、こちらがですね、あの、はい、露天風呂付きのお部屋。お、昭和の文豪が止まって小説書いてるようなところですよね。そうですね。実はね、前回のワールドカップの時なんかは、はい、某日本代表選手のご家族なんかも、あのお泊まりいただいてます。一家で来られた。そうですね、完全プライベートでですけど、はい、あ、そうなんです。完全に格が違うんですけど大丈夫ですかね。これも個室にもお風呂もついてるって感じなんですよね。はい、もうあの夜通し入り放題ですね。はい、行って見てもいいですか。どうぞ。はい、ちょっと今お風呂はお湯入ってないんですけど、こんな感じですね。完全プライベートの露天風呂。すげえ、日当たりも良さそう。ね、いいですよね。うん、この部屋もずっと35年前からあるってこと。ここはですね、はい、2010年ぐらい、もう10年ぐらいなんですけどね、はい、新しくちょっとあの増設したお部屋になりますね。ここが一番人気のお部屋というか。そうですね、はい、やっぱお風呂が大きいのでね。あ、そうですよね。はい、ちょっとプライベートでぜひ来たいですよね。来たいですね。でもう一部屋のご紹介いただけるということで、ちょっとご案内いただきたいと思います。はい、
はい、こちらもね、あのご家族連れなんかにすごい人気のお部屋になるんですけど、完全離れのお部屋です。離れ。橋がすごいですね。もうここだけ別の部屋って感じなんです。離れで。20畳の広いお部屋です。はい。桜の間というお部屋です。ちょっと見てくださいこれ。広。広いですよね。ここはもう何人ぐらい？ここはもう大人の方でしたらね、8名様とか。8人ですか。はい。うん。なのでね、社員旅行の時期なのでね、あの部署の皆様の集まりとか、ね、はい、ここね、あの桜の時期になるともうあの前の山一面桜景色になって、あ、そうなんだ、非常に綺麗ですね。いや、すごい綺麗ですね。今でも綺麗ですもん ね、桜じゃなくても、うん、地元 の、 あの企業の社長様とかね、お好きな方なんか毎年桜の時期になるとこの部屋であの花見とかねされたりとか、はい、されてますね。はい、ここもお風呂ある。奥にお風呂あります。あ、はい。はい。テラスね。こういうテラスとかもね、せっかくなんでありますね。お、いいね。テラス。いいっすね、おしゃれだな。お風呂から見ていただくと分かるんですけど、お風呂から直結なので、あ、ここまでこれ、はい、ね、あのもう湯上がりに、そうですね、このままもう、そうですね、あのここなんかでね、ビールなんか飲んでいただいたら、ね、最高だ、誘われるっていう。いや、それは社長来ますわ。こちらちょっとこういうこじんまりとした、あー、でもいいですよね。あ、いいね、はい、開放感がすごいもん。そうですね、でこのままこう行っていただくと、そのまま、はい、ここはもう通じてるんで、ここ入ってもすぐそこでなんかのんびりするみたいな。うん、ちょ、夜とか涼しそうだしね。そうですよね。うん、今日のお風呂ってまた別でなんか、はい、はい、そうですね、今日はですね、はい、あのうちがまあこういった5部屋しかないので、はい、はい、あの大浴場ってないんです、うち。ああ、じゃあ各部屋に、そのか、そうですね、こういうお部屋につきのお風呂か、はい、もしくは、時間で区切っての、まあ、完全な貸し切り制でお使いいただくお風呂があるんですね。はい、そこにちょっと今日、うん、あの入ってもいいという許可をいただいたんで ね、ちょっとこれから入りたいと思うんですけどね。本領発揮する。そうですね、こっからが俺の勝負どころだと思う。夜深さのためにお時間を本当にしますので、後でゆっくりと。今日もここ完全にもう貸し切りで、もお客さん今いないっていう状態でちょっと撮らせていただいてるんで、ちょっとそこはね、ちょっと腕が鳴りますよね。そうですね、下手なことはできないですから、ね、大丈夫ですか。じゃあこの2部屋があっても、他にもあと3部屋あるってことで、あと2階にですね、お風呂はついてないんですけども、はい、あの昔ながらの、まあ、昭和感漂うお部屋があるので、よかったらそちらの、いや、ちょっとそこも行きます。行きますか。あの階段ですよ、なんか結構赤い階段が、赤じゅうたんで、はい、あれ登ってみたかったんでね。じゃあ次そこ案内していただけるということで、ちょっと行ってきたいと思います。はい、ちょっとあのお2階の方にもお部屋があるということで、ちょっと紹介していただくんですけど、まあこのなんか赤いじゅうたんの階段ということで、ちょっと最初から気になってたので、ちょっとすごい楽しみなんで、早速行ってきたいと思います。はい、ですね、はい、お2階はおそらくもう昭和感満載の、そう、はい、レトロ、さらに今までの部屋よりもレトロな世界に、はい、ご案内しますんで、異世界ですね。どうぞ。